皆さんどうも、おかみです。今日は豚ロース塩麹味噌焼きを作ります。材料はこちらです。はい、それじゃあまずこういう保存袋を用意してください。ここにすべての材料を入れます。塩麹、味噌、今回は合わせ味噌を使います。酒、砂糖、おろしにんにくとおろし生姜、そしたらこれをよく混ぜます。混ざったらこの中にお肉を入れて漬け込みます。できるだけ空気を抜いて封を閉じます。お肉全体に味噌が行き渡るように揉みます。今回はお肉を 450g 使ってるんですけど、こういう薄切りの場合は30分くらい冷蔵庫で寝かせてください。厚切りの場合は1時間くらい寝かせてください。もうね、良さそうなのでこれを焼いていきます。はい、フライパンを熱して油を引きます。それでこういう味付き肉は焦げやすいので弱火で焼いてください。はい、じゃあいい感じなので裏返していきます。こんがりして美味しそうですね。はい、こんな感じで両面焼けましたので盛り付けます。いただきます。おいしい。塩加減ちょうどいいです。豚肉の油と味噌と塩麹が混ざってすごい絶妙に美味しいです。そして塩麹の力で、豚肉がすごい柔らかくなってますね。小さいお子さんでも食べやすくなってます。今日はこれでビールを飲もうと思います。とっても簡単なので皆さんもぜひ作ってみてくださいね。それじゃあまたね、バイバーイ。